水は鈴だ。何よりファンの皆様、いつも熱い声援をいただき、それが力になりプレーすることができました。本当にありがとうございました。改めて昨日の登板を振り返っていただけますか。はい、そうですね、まず投げれるか投げれないか決まってなかったんですね。それがまずチームメイト頑張りによって、監督コーチスタッフの頑張りによって、このチャンスをいただいたこと自体がとても嬉しくて、最後僕はこういうふうにチャンスをもらえるんだなっていう、まず嬉しい気持ちから、始まりまして、そしてシュートですね、サンタナ選手のバットが折れた瞬間はもう多分ずっと覚えてるんじゃないでしょうか。本当素晴らしい一日になりました。はい、まずは誰に引退を決意して、その報告というのはどういう形でしたんでしょうか。はい、妻ですか。はい、もう今年で、引退するよと、はい、一番に伝えました。はい、奥様からはどういうふうに声をかけて。もう本当にお疲れ様っていう言葉をもらって、あとはちょっと子供たちにちゃんと自分の口から説明してねっていうふうに言われて、で子供たち、まあちっちゃいんですけど3人集めて、パパ辞めるよと、はい、そういうふうに伝えました。子供たちの反応ではどうでしたか。やっぱり長男は小学校2年生なので、ちょっと寂しそうな顔をしながら、まあ分かったよいう感じで、次男は分かったような分かってないような、やめるのみたいな感じだったんで、はい、2歳は、まあ、なんとなく聞いてました。ご自身の20年間の野球人生、プロ野球人生を振り返って、シュートに対する思い入れというのを聞かせてください。はい、間違いなくそのシュートがあって、野球を長くできたっていう部分があります。僕がシュートをちゃんと使うようになったやっぱその分岐点というか、それはやっぱり黒田さんがいたからだと思います。大先輩なんですが、黒田さんがシュートを使っていて、見まねでですね、右バッターのインコースに思い切って投げに行ったのが始まりで、そういうところで人の縁も感じますし、自分を助けてくれたボールだと思います。はい、2014年に FA でジャイアンツに入団して8年間在籍しました。先発としてもそうですし、中継ぎとしても活躍されました。巨人での思い出というのは振り返っていかがですか。はい、まず FA 宣言の時ですね、自分では中では結構悩みまして、広島から離れることもそうですし、ジャイアンツ憧れではもちろんあったんですけど、そのあまりにもやっぱ自分の中で大きい憧れだったので、果たしてちゃんと野球できるのかなって不安もあったんですけど、だから、自分にとってはとても大きなもう挑戦だったので、今思えばその挑戦をしてよかったと思いますし、で実際入ってみて、全て自分が決断したことだから受け入れてやっていくっていう気持ちでやってきて、ただそのイメージ以上のプレッシャーもやっぱりありましたし、ダメになりそうな時もあったんですけど、リーグ優勝っていうのを野球人生で初めて経験
優勝がこれほどまでに嬉しいものなのか、ビールかけがこんなに楽しいものなのかっていうのを僕は経験させていただいたので、もう本当にジャイアンツに出てるし挑戦してよかったなと、本当仲間にもそうですけど恵まれて、はい、ピッチャー陣で言えば、まあ、宇都宮さん筆頭に本当にもうみんなが迎え入れてくれて、はい、本当に良かったと思います、はい、ジャイアンツの若いピッチャーたちにぜひメッセージをお願いします、才能が溢れる人たちがいっぱいいますね、はい、うん、まあ、今一軍にいる選手ももちろんなんですけど楽しみな選手がいっぱいいますね。今年に限って3軍で言えば堀田健進なんてとってつもないボール投げますし、怪我でね、今パラっていう長崎だって伊藤君だって大谷もそうですけどね、もういっぱいいますね。井上もね、左井上もいいんで、まあ、そういう子たちがね本当に頑張ってこれからのジャイアンツを、ね、絶対に支えてほしいなと、活躍してる姿を僕は見たいですね、はい、最後になりますが、現役を終えてやってみたいこと、楽しみにしていることがあればお願いします。ラーメンですか？実は現役時代も結構食べてたんですけど会場の方にカップラーメンがいっぱい積まれます、まあ、文字は書かれてますけど、改めて大谷選手の方から今日こういうのを用意した気持ちというか思いというのはどういうところですか？はい、そうですね、まずジャイアンツに非常にできる候補のアナ君って言うんですけど、はい、アナ君が何か報道陣の方にしませんか、できないですかねっていうことをいただいて、僕だったらやっぱりラーメンなんじゃないかって言っても、ラーメン伸びちゃうし生麺持ってきたらそれこそ迷惑になってしまうんで、じゃあカップ麺ちょっとカップ麺申し訳ないんですけども、で、あ、それはいいねということで、で、僕はちょうど101杯なので 101杯ぐらい分あれば足りるのかなということで、まず置かせてもらいました。で、チョイスなんですけど、やっぱりこう家系ラーメンがいいかなとか、二郎系がいいかなっていうところで、アナン君と話して、豚骨系が多いんですね。それで、皆さん、今日は持って帰ってください。よろしくお願いします。はい、まず最初に、ファーストラーメンでどんなラーメンを食べて、シルマンさんに対応しましょう。やっぱり今まで本当にお世話になりましたんで、家系ラーメンの方を、面と向き合って、ラーメンだけに、はい、しっかり味わいたいと思います。はい、